じゃあ今回一体どんな企画をやるのか、ジャックポットボートレース。ジャックポットボートレース、はい、出走表とか閉じて見ないから使わないから今回だから、ね、出走表は一切使いません、はい、好きなボックス嘘だろ僕嘘やったよ神回だ。はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、移動性ポーネです。はい、シトです。はい、ということでね、諸君今回もやってきましたよ、ジャックポットボートレース。もうしつこいねいやもう前回味を占めてるでしょ。前回神回でしたから。前回神回でした。それに味を占めてやってるよね。そう、じゃあジャックポットやれば稼げるんじゃねえかっていうところで、まあね、食えるんだったらやるべきだからね。そう、シェブ何買う？とね、何考えてきたんだよ。あ、ね、そのニシロ。なんでニシロなの？で、まあグースーテートリオと言われるやつですよ。はいはい、はい。いわゆるね、それをやってみたいなと。なるほど。はい。一応私はちょっとね、思考変えましても1を常に絡め続けたんですけど、やめようと思って。あ、あなたも。はい。サシロ。サシロ。うん。はい、じゃあ買っていきましょう。はい、ということでじゃあちょっと買っていきましょう。まあ今回5万円入金してね。はい、ということで今回じゃあどこやろうか。玉川、小島、福岡。御三家がね、玉川しかやってないんですよ。うん、じゃあ玉小島、福岡で。あ、琵琶湖入れちゃったよ。うん、玉川、小島、福岡。この3条でやるから。結構、まあ荒れるっちゃ荒れるっていうところだからね。まあそうだね。はい、ということで3条選択して、9、10、11、12、OK! で、ボックスですよ、ボックス。ボックス、はいはい。で、諸君が2城だよね。はい。はい。で、これで、もう毎度のごとく216ベッドと。はい。まあでも、これ増えるからね。増える可能性が高いというね。高くはないんだけど、うん。増える可能性があると。はい、で、あなたが、サシロ。サシロだね。はい、はい。サシロで。はい。はい。216ベッド。はい、もう何度も見てます。43,200円。はい。じゃあこれでいきましょうと。これさ、前回勝ったからいいものの結構やきついよね。はい、ということでこんなもんですよと。でも朝一から 43,200円なくなる。まあもう見慣れましたけどね。はい、慣れちゃいけないよこれ。はい、今回生産しましょうちゃんとね。あ、オッケーオッケー。ゼロベースから始めると。はい、はい、ということでこれで、0円と。0円にしました。でまあちゃんと 43,200円買って0円と。はい、はい、ということで、まあ、ちょうどね今5時前ですか、はい、まあ、中金さんと三沢さんはまだいらっしゃるんですが、うん、まあまあとりあえず当ててみますか。じゃあ、はい、開封の儀。じゃあ開封の儀をやっていきたいと思います。またボタン押せってやつですか。そうですそうですそうです。じゃあこれボタン、プッシュボタンだと思ったらこれ押すよ。ドンっていきますよ、はい、お願いします。ゼロだから、はい、ゼロだから数字があれば勝ち確。おっと、絶妙だなリアクションしづらいな。あの、しかもさ、にしろさしろとかってさ、うん、出目的に当たったらそこそこの配当来るはずよ。そうだね。だからこれ、11,570円、ゼロだったんで、11,570円になって戻ってきた。そうですね、はい。少ないよね。もうちょっと欲しかったね。当たったんだったら。もう一声みたいなね。ゼロならわかる、まだ。うん。当たったのにもかかわらず、これと。うん。ちょっと紹介してみましょう。はい。君は何をやってるんだい？下手くそなのか。私がマンション1本取っただけ。しかしながらこれはどうだい。スタートし
ました。1号塚寺田イサートは1号艇の S コーチ、2コース2号艇の井上、白1枠逃げる1号艇 S コーチ、2号艇井上、さす2番出しから3号艇の西、展開割ってくる4号艇の原田、切り込んで6号艇の草田と5号艇山川で向こう正面です。差し切っての先頭2号艇井上もアウトコース立て直すは1号艇の S コーチ、インに代わって4号艇原田が手を伸ばしていく。その後方6号艇3号艇5号艇一緒にコーナーの世界、スタートは正常。さあ4号艇2号艇競り合った先手は4号艇の原田、サップ引いて2号艇の井上、展開割ろうと1号艇 S コーチバタついた。最内6号艇草田ホームに帰りますが、先頭は2号艇上との井上、2番手から追いかけて4号艇原田、3番手は6号艇1号艇並走の旋回。フォーカスの3番手は1号艇の安コーチの相当つけて回った。6号艇の草田決まった。1号艇グラッと交代したのも安コーチ、3番手逆転が6号艇の草原で、上代金は2、4、6と変わりました。レースは3周目と移っております。2連単2413.6倍、3連単2416115.7倍です。1周1幕差しまして、そして1周の2幕でさばきました。先頭は2号艇井上、2番手は4号艇原田、3番手かわして6号艇の草原、上代家246、まもなくゴールインです。先頭2番です、井上ゴールイン、2着4番の原田、3着6番の草原ゴールイン。1番やちょっと払い戻し一覧見ますけど、はいはい、玉川、あ、125、でも今回6あんま絡まなかったね。そうだね、まあ、むしろ琵琶湖、まあ、今日の琵琶湖がさ満州のオンパレードだったんだけど、まあ、福岡とか今日どうなった、はい、あ、福岡今日そんな荒れなかったんだね。荒れてないね、福岡こういう日あるから全然。小島も全然荒れてないし、これ小島でしょ。うわ西五、西五だよ、西五か、西五か、今日のジャックポット西五だったね。あ、いや師匠君これね、選んでる日程は間違ってないと思う。まあいたってことだもんね。そうだから、このなんていうの、その釣り堀の川の池の中には大物がいたんだけども、大物はいた、釣れなかったと。しかも我々結構これかすってたよ。確かに。まあでも6に常に引っ張られちゃった。6に引っ張られちゃったのが良くなかったね。なるほどね。これだけでしょ、この西路11,570円。そうだね、むしろ6絡んでこれな、こんなもんみたいな感じだけどね。難しいね。次回以降またいろいろ考えよう。どうしよう、 6にちょっとさ、今までうまく振り分けた方がいいんだよね。ちょっと寄っちゃったじゃん。確かに。ちょっとじゃあ次回以降はね、またずらしていろいろやってみようかな。調整をする必要があるかもしれませんね。そうだね、はい、はい、まあこれですから約3万2000円、まあ3万2000円負けですね。はい、いやこの間のまあ、この間のプラスは解けてないんだよね。まあでもその前のマイナスで多分プラマイゼロか、まあちょっとまたマイナスに入っちゃったっ、うん、でこんだけむちゃくちゃしててもそこまでマイナスしないから面白いよね。いよいよ予想をやめようかと思うよね。結局 75% 落ち着くと思うけどね。そう、真面目にやるよりもある程度稼げてる気がするもん、ね、まあ確かに確かに確かに。いつ終わりにするこれ。そうそう、終わんないでしょ。10万周取るまで頑張ってみようか。まあ、10万周取るまではちょっとやってみよう、ね、OK、じゃあ10万周を取るっていうのが一つの、まあ、ゴールとしてやっていきたいと思いますので、はい、引き続きお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。他にもおすすめ動画がいっぱいあるのでそっちもチェックしてね。ではまた。